どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトラストだけを使い続けて気づいた欠点と改善となります。トラストを発売からずっと使い続けていますが、器用貧乏という言葉がよく当てはまる武器だなと感じます。もちろん突出した部分もありますが、そこを生かすまでかなり時間と労力がかかります。そこで今回はトラストを使っていて感じた欠点をいくつか前半で紹介したいと思います。それを改善する方法も後半でまとめていますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。それでは早速欠点からいきたいと思います。トラストの欠点としてはこちらの3つが気になりました。1、編成事故がとにかく多い。2、車線が見えない。3、弾速が遅いので外しやすい。最初に思いつくのが味方の影響を受けやすいという点です。器用貧乏なので動きは変えれますが、突出した部分がないので問題です。またリッターのような射程ではなくスプラチャージャーほどですし、一角キルの難易度も高い方です。いい点もありますが、それが逆に欠点になっていることもあります。ではそれぞれの欠点を細かく話していきたいと思います。最初の欠点は編成事故がとにかく多いということです。これは弓使いによっては差があると思いますが、僕はほとんど事故ります。この原因なんですが、トラストの射程はスプチャーと同等ですが、内部では中射程の部類に分けられるということが原因みたいです。聞いた時はびっくりしましたが、編成は射程で分けられている気がするので、相手の射程を足したら同じぐらいなんですよね。なのでリッターやハイドラは自分のチームにつきやすいですし、相手にブラスターやリッターの編成が多いような気もします。こちらの実力や連携が相手を上回ることがないと勝つことが厳しいので、責任重大ですね。まあ編成はどうしようもないですから、味方と長所を押し付けるしかないです。あとはシューターを捕まえ続けること。現在中射程以上の武器を使う人も多いような気がするので、仕方ない環境なのかなとも思っています。とりあえず気合ですね。続いての欠点ですが、車線が見えないという点です。この仕様は長所にもなるし欠点にもなると言えます。これはリッターを持って感じたことですが、武器でプレッシャーを与えれるというのはとても大事なことかと思います。リッターに限らずチャージャーはこの車線が見えることにより、君を見ているよという圧を与えれます。これが非常に大事で、相手の行動がワンテンポ遅れます。さらにキルが取れる人なら倒せるという圧も加えれます。これを弓に置き換えて考えてみると、弓の圧力というのは射線ではなく爆発矢を置いた時など攻撃が見えた時だけです。これがとても大きな差です。相手の行動を抑える圧がチャージャーに比べると少ないんですよね。またスピナー氏と比べても弾数による弾圧力も差がありますし、やはり圧力に欠ける武器とは言います。レーザーポインターがついていればまた良かったのですが、圧が少ないことから抑えが効かないのは難しい点だなとよく思います。最後の欠点ですが、弾速が遅いので外しやすいっていう点です。これはチャージャーと比べた時に感じる部分ですね。弾速については他の武器でもそれぞれ発生します。ですが長射程部類の意味としてはそれがかなり致命傷かと思います。リッターと比較していきたいと思いますが、射程があるにもかかわらずほぼボタンを離したタイミングで倒すことが可能となります。これはチャージャーならではの弾速があるからですね。ですがトラストの場合は発射してから着弾するまで時間がかかります。矢の軌道が見えるくらいなのでそれなりに遅いですね。もちろん距離が近ければそこまで差はないかもしれませんが、射程を取って戦うトラストとしては大きなズレになってきます。エイムが合っていても3発綺麗に当たらなければ外れになるからですね。1発ならまだ良かったかもしれないですね。長射程を相手にしないといけないことを考えると弾速は重要な差だと思います。せめて1発1角なら違ったかもですね。以上が使っていて感じた欠点です。リッターとの比較で話すことが多かったですが、長射程を相手にしているとよく感じます。ではこの欠点をなくしていくために改善の話をいきたいと思います。それでは改善に入っていきたいと思いますが、改善点は3つになるかと思います。1、前線を上げる立ち位置。2、キル時間の短縮。3、エイムの方法を変える。
全体的に言えることはトラストの精度を上げるしかないと思っています。小細工するよりも実力を上げるしかないです。その中でもこの3つを変えるだけで大きく変わると感じます。それではそれぞれ試したことをもとに細かくまとめていきたいと思います。最初にできる改善としては前線を上げる立ち位置かと思います。最初の欠点で編成事故や車線の話などをしましたが、立ち位置を効率よく変えていくことが一番効果が上がるかと思います。立ち位置といってもいろいろありますが、すぐ改善できるのは前線を上げる立ち位置に行くことです。トラストの欠点で話した通り、圧をかける方法は少ないです。ですが圧をかける方法はちゃんとあります。それは攻撃をし続けて居場所を減らすということ。直射を使える弓はチャージャーよりも相手の場所を削るのに長けています。チャージャーは顔を出せないことが主な圧になりますが、弓の場合は壁裏にいさせない圧をかけれます。前線のポジションに圧をかけれるので抑えの範囲に入れば相手を動かすことができます。動かすことが可能となれば味方か前線に上がれるきっかけを作れますね。トラストなりの圧力を生かすのであれば、前に出るタイミングや抑え込む場所はかなり重要になります。これだけでもかなり有利な改善になると思います。エイムを上げる必要はないですからね。位置を変えるだけです。続いての改善はキル時間の短縮のことです。キル時間の短縮と聞くとエイム力を上げることかと思いますが、もっと簡単な方法があります。それはハサミ撃ちです。自分のエイム力を上げることはかなり時間がかかることかと思いますが、味方のサポートであればすぐにできます。1対1で倒せるのが理想でありますが、射程を生かして味方と挟み撃ちができればキル時間を短縮することが可能です。そのためには味方の位置を見ることが重要になります。味方を見ていなければサポートはできませんからね。とにかくキル時間を短縮するなら1人ではなく挟み撃ちを常に行っていくことが大事です。最初の改善で挙げたように前線を上げる立ち位置を意識してサポートをしなければ被弾している敵に遭遇します。そこで狙う相手を絞っていくというのが大事な改善なのかと思います。最後の改善はエイム方法を変えるです。やはり最終的にはエイムの向上かと思います。すぐにできるエイム向上ならば感度の設定を見直すに限ると思います。ここからは体験談をもとに話していきます。感度の設定というと皆さんどのように設定していますか？僕は以前まではジャイロ2、操作感度 2.5 と数値を近くしていました。ですがあることをきっかけに感度を変えます。そのきっかけとしては微調整ができているかということです。スプラは他のゲームに比べるとエイムを合わせる時間は短いですが、ジャイロという機能があるので微調整は非常に難しいです。ちょっとしたズレでエイムが外れるので苦労する機能と言えます。それだけ微調整できるのは大事なんですよね。ではなぜこの感度を変えるのが手っ取り早いのかというと、ジャイロと操作の感度の意味を分けて設定することが重要になります。皆さんプレイ中ですが、ジャイロと操作感度はどれくらいの頻度で使ってますか？またどんな時に使い分けていますか？これは人にもよりますが、基本的に敵を探す時は操作感度で見つけると思います。対面をする時はジャイロになっているはずです。この使い分けを考えた時に、以前の僕のようなエイム感度を似た数値にするのは得策なのでしょうか？今思うとちょっと違うなと感じます。周りを見るときは早く画面を動かした方がいいですよね。エイムを合わせるときはゆっくりの方が当てやすいというのがあります。このことを考えると感度が必ずしも近くない方がいいとも言えます。参考程度ですが、僕はこの考えを機にジャイロは 0.5、 操作感度は4に変えました。正直エイムはこれだけで向上しました。これにより何が良くなったのかというと、敵を探すときは素早く発見できます。攻撃の時は微調整ができるようになりました。緩急はありますがかなり調整はしやすいです。ただしこれは使い分けができていないとその感度設定も無意味になります。自分のエイムの合わせ方を分析した方がいいと思います。試す時は先にどんな風に操作しているのか自分の動きを見ていてください。はい、ということで今回ここまでとなります。トラストだけを使い続けて気づいた欠点と改善はいかがでしたでしょうか？今回は同じトラスト使いの皆さんに欠点と改善方法を共有できれば嬉しいなと思ったのでまとめてみました。同じ武器を使っていると欠点はよく見えるものです。
ですが、それを改善する方法を見つけなければ前には進めません。環境的にも武器ヘイト的にも辛いところですが、トラストを使ってもらえるきっかけになればと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。